盆栽エンパイアさん20周年おめでとうございます。まあ、あの盆栽は、1300年前に中国で生まれ、800年前の室町時代に日本へ伝わってきました。生まれたのは中国ですけど、今の盆栽の形を作ったのは日本人の美意識と日本人の風土と感性によって今の盆栽の形が出来上がりました。50年前に、大阪で万博が開かれ、そして日本に盆栽ブームが非常に起こりました。非常に多い時は、5万人近くの会員もいたし、教会に10万人運動っていうのもやるぐらい大変な流盛な勢いがあったんですけど、今ここのところで会員もだいぶ減ってきて、みんな年寄りが多くなってきましたね。これは非常に残念なことです。もう私も海外へいろいろな、今までに30カ国近く行ってますけど、やはりアメリカの盆栽界もやはり日本と同じようで年寄りが多くなって若い人がいないっていうのが、現状だと思います。そこへ行くと、まあ、のベトナムとか、フィリピンとか東南アジアがものすごい勢いで、盆栽の熱はありますね。それと若い人が、若い世代に盆栽が受け継がれている、これは私ら見ていてとても羨ましいことだと思います。まあやはりもっと日本の盆栽界も早く手を打てばよかったんでしょうけど、今ちょっとこう衰退した状態ですから、やはりこの海外で盆栽が広まって、海外に盆栽が広まっていずれ日本に戻ってくるっていう逆輸入にっていう形に私はなるんじゃないかなと、そのように見ています。まあ、とにかく中国の勢いと中国の広さ、それと中国の人数の多さ、ね、人口が多いですからどうしてもたくさんの人がやります。そういった意味で、世界の盆栽界を引っ張っていくリーダーシップを取るのはいずれ私は中国になるような気がいたします。ね、日本ももう少し、でも盆栽の本質、しっかり盆栽の本質を見極めているのは私は日本人だと思いますので、盆栽を確立した日本人がもう少ししっかり物の本質っていうのはこういうもんだということを、盆栽の本質をね、訴えてほしいなと思っています。まあ、日本が誇れる国風盆栽展、およそ100年、東京都美術館で100年間の展覧会が続くということはやはり大変なことだと思います。これはやはり、我々はそれを継続していかなきゃいけないと思うし、また啓蒙もしていかなきゃいけない、こう思ってますね。盆栽を、ただの趣味からアートの世界まで、芸術っていうところまで持っていけたのは、やはりその最初にその導いてくれた小林則夫さんとか朝倉文夫さんとか、そういった素晴らしい人、人材がいたからこそ、100年も続いてきたわけですね。これで今度海外でもおそらくいろんなイベント、国風展のようなイベントが続いております。まあ、今ベルギーでやってるノーランダ盆栽なんかも、あれだけの展示品と売店といい、人を集めることができるんですから素晴らしいと思います。まあ、イタリアではなんだっけ、クレスピ盆栽、クレスピさんが非常に一人でまさに国風展のようなことをやってのけるっていうのはすごいと思います。あれが組織化してもう少し何人かで力を合わせて全国組織でやれば、もっと大きなイベントができると思いますけどね。はい。まあ、どこの国行ってもやはり、いろいろ派閥があってなかなか難しい問題があるんですけど、それやはり一つにまとまってみんなで力を合わせて、やって、盆栽のこの伝統文化を受け継いでもらえたらありがたいと思うし、まあ、それと伝統っていうのは、やっぱり守らなきゃいけないんですけど、伝統は守りながら時代とともにその時代に合った伝統を受け継いでいく、変化しなきゃいけない。その変化するってことは非常に難しいことなんだけど、やはりその時代を読まないといけないと私は思いますね。はい。